さあ行きましょう。フレッシュマンクラス予選第2ラウンド第1ヒートスタートいたします。さあちょっと1コーナーでですねちょっとクラッシュ多重クラッシュがあった模様。さあそんな中でうまーくスタートを切ってきたのはカーゼッケン3番ですね。岡本選手1周目トップ、そして2番手カーゼッケン1番本田選手、3番手に4コース大塚選手という流れでですね1周目クリアしてきました。さあ上位陣は現在コース中央部から左セクション、さあ上位3でほとんど差がないバックストレート、マーシャルマーシャル真ん中、はいコース中央部で1台スタック、これでコースクリアです。ちょっとマシンが動かないですかね。はいちょっとマーシャルの方一回車開始してもらってよろしいでしょうかね。さあレースオーダーは変わってカーゼッケン3番岡本選手、そして2番手に4コースの大塚選手上です。さあ大塚選手先ほどのラウンドねトップゴールをした選手、さあ今度は変わって3コースの岡本選手、さあ岡本選手はレッドとイエローのカラーリングですね、これフェラーリの360でしょうか。現在バックサイドから右セクション、さあ操縦台向かって左から2番目の選手がトップを走る岡本選手、ベストラップは13秒250マーク、走行時間残り40秒です。さあここで、菊池選手もねどうやら復帰した模様。さあ走行時間まもなく残り20秒になります。さあトップ変わった大塚選手が前に出ました。残り時間15秒、残り時間10秒です。さあ時間はこれ2分経過しました。これより先ゴールです。2コースゴール、4コース3コースゴール、5コースゴール、全車ゴールです。さあトップゴールは風木4番大塚選手、はい手を挙げてください。はいおめでとうございます。9周2分2秒920でフィニッシュです。お疲れ様でした。